あっぱれ、やってまーす。安田大生活のクロちゃんです。我が家坪倉です。キスマイフットツー二階堂たかしです。いや夏、岩崎亮太です。坂野彩茜です。なこちゃんやすみです。あさあというわけでございます。そんなそんなにさらっと言ったな。さらっとね。なこちゃん、ね、ちょっとなこちゃんが体調不良ということでございまして、はい、大事をとって、はい、ちょっと今回の収録はお休みということでございます。なこちゃん、はい、なこちゃん、ね、またもね、お家で聞いてくれてると思いますんで、うん、はい、はい、うん、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっとだけど、あかねちゃんが、やる気ない感じになってるのはちょっと気になってます。なんかね、いやいや、来ないって聞いた瞬間に、なんか、携帯ガシャンって言ったよね。いや、もう気持ち切り替えてやりますよ。いや、ちょっと怒ってんじゃん、なんか。飲みながらやります。いやいやそんな嫌か。もともとこのメンバーでやってたのに。焼け酒みたいな。そうか、もともとこのメンバー。そう、もともとこのメンバー。そうか、そうだったわ。そう、そんな嫌やったやん。なこちゃんが可愛いから。まあね、可愛いから。うん、からね、はい、ということで、りょうたくんは夏、夏、夏、懐かしいなと思って。夏いなって、そういうことね。はい、この間ね、ちょっとね、声優の他のね、声優さんの番組出させてもらった時に、はい、トークテーマでね、昔小学校の頃の、国語の教科書の、そのお話の中でなんか覚えてる話ありますかみたいなのが出て、その時にこう、小学校のね、習ったことを思い出したんですけど、ガマくんとカエルくんの、この二人は友達っていう作品の中のお手紙っていう、はいはい、ね、話があったんですよ。あれ多分ね、小学校1年生か2年生ぐらいの教科書に載ってたやつなんですけど、カエルの絵がめちゃめちゃ好きで、で、内容がね、あんまり覚えてなかったんですけど、その終わった後、もう一回ちょっと調べてみて、そのお手紙のな、そのストーリーの内容が、ガマくんが、その玄関のね、前でいつもそのぼんやり、座ってるんですよ。で、友達のカエルくんが、いてどうしたのみたいな。僕一日の中で一番憂鬱な時間を過ごしてるんだよ、みたいな。手紙が来るのを待ってる時間が、なんかもう憂鬱だみたいな。一回も手紙もらったことないです。で、憂鬱なことを過ごしてるんで、カエルくんがよしと思って、家帰って、こう手紙書いて、ガマくんの家に届けてあげて、ほら、手紙待とうよみたいな、で手紙をもらいましたよっていう、なんかそういう心温まるストーリーだったんですよね。なんか今小学校の頃に読んでたのと、なんか今改めてその話聞くと、なんかこの感じ方が、そうね、なんかより深く感じれるなっていう。その時はあんま思わなかったことが、思わなかったんですけど、このなんか友情のなんかその素晴らしさというか、なんか子供の頃の時の友情と、なんか大人になっていろいろ経た上でのこのなんか人を思う気持ちみたいな。確かに感じ方は違う。そう、なんかすごい。でもそれもあって、なんか非常にね、こうなんか懐かしいなっていう感じがして。なんかそんな読んだことないな。私も知らないですね。年代とか違うのかな。違うのかな。皆さんなんか覚えてるやつあります？話。国語の教科書で。国語の教科書か。いろいろ物語あったと思うんですけど。国語じゃないんだけどさ、いきなり話して。いきなり出したね。いきなりさ、チコタンって歌知ってる？あ、チコタン。知ってる？知ってる？知ってる？大阪でしょ？俺は広島だったから知らなかったけど。俺横浜、横浜。大阪ちゃうから。俺横浜です。あ、横浜知ってんの？熊本も知らないです。知らない？知らない。それはすっごい覚えて、小学校の授業というか、まあ国語じゃないんだけど、チコタンっていう、歌をすごい思う。主人公が男の人なのか。男の子ね。男の子がチコタンが好き。チコタンっていう子が好きで。で、男の子が魚屋さんなんだよね。かな？確かに。そうそうそう。でもチコタンは、魚が嫌いだっていう。だからチコタンと結婚できない。幼いなんかね。っていう、一番はそんぐらいな感じで、がっかりして。で、次に、何番かって、次に、チコタンが、でも魚屋継がなきゃいけないその子は。だからチコタン魚嫌いだからみたいな、ちょっとさ楽しい話で、でその後にチコタンがに聞いたら、エビとカニとタコだけ好きだっつった。そしたら大人になったら、そこの魚屋でエビとカニとタコだけ売ったらいいんだってなって、やったやったチコタンと結婚できるみたいになって、かわいい、そうかわいいんだ、ほんでやったみたいになって、突然次の時、次の3番、4番、4番ぐらいから、結構長いですよね。長いのね。
ぐらいで急にチコタン死んだってな。何何それ怖っ。ダンプに引かれてチコタン死んだって、そう、それがすごい覚えててもうあのハグトラウマみたいな、ね、怖いのよ、それがすごい覚えてる。最終的にどうなんだっけ、うん、チコタン死んだって、なんかね、なんかチコタン返せみたいな、そう、なんかチコタン笑うてる、うん、お墓の中からみたいな歌を団長がめっちゃ歌ってて、で俺は知らなかったから、でそれをめっちゃなんか俺が怖がってたらめっちゃ歌われてったのを覚えてるね。笑ってるって言って、そう、なんかこのね、そこまでのそのなんかすごい可愛い感じのなんか心弾む感じの歌い方やったのに、そうそう弾んでたんだよね。弾んでたのに、ショックで覚えてるんですか。ショックな、その急な一番最初にドラゴンボールでクリリンが死んだ時みたいなショック。そんな衝撃だった。めっちゃ衝撃だ。あんな時生き返るなんて思ってないからさ。そうね、あそうか、そう、俺らでもだいぶ知ってますから、クリリンに会えないと思ったらもうガワッとして、衝撃は確か衝撃やわ。それな、国語じゃないけど、国語なんか、なんかの椅子みたいな。国語じゃないけど、全部国語じゃないね。中学校1年生のサンシャインの教科書の3の1と4の1は言えます。いや、それこの間言ったやつ聞いたわ。いいよ。この間言ったやつ。ほら、ぴったりスターで聞いた。ぴったりスターだけど、ちゃおかちゃんは。国語じゃないんで。国語じゃないんで。絶対小学校の、なんか黒板の横とかに本棚なかったですか。黒板の横、ちょっと待って、本棚、後ろかな、後ろにありました。横っていうか、なんか黒板の向かって左側のこのなんかテレビ台みたいなところ。そう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 、はいはい、ああ確かなかった。先生の机があるところあたりですか。はいはい、の逆逆ってことは、教室入ったらすぐ、すぐ、なかったの。あそこに漫画置いてなかった。あそこにって同じ学校じゃない。漫画は置いてない。え、置いてない。え、給食のあの献立表。あ、そうそう、時間割とか、うん、その下にさ、本棚。知らねえ。もう本棚だったじゃねえんだよ。え、なかった。なかった。後ろでした。後ろだったかな。うん、漫画ありました。漫画ってか、その、あの、児童図書の漫画はあった。うん、ああ。俺そこで、読んでた漫画が、解決ゾロリなの。あ、解決ゾロリ、解決ゾロリ、解決ゾロリのことを漫画として、あ、漫画じゃないの、カテゴライズしてるのがちょっとびっくりした今。普通のなんかジャンプとか、それ知らんから。知らないですよ。え、ゾロリ知らないですか。知らない。ゾロリは解決ゾロリ。え、知らない。あの、キツネの未解決です。未解決ゾロリ、未解決ゾロリ、その解決じゃないですよね。その解決じゃない。どういう字、漢字書いて。あ、書けない。絶対書けない。早め、早め。解決エディチャンネル。書けない。見ても書けない。見ても書けない。見て書けないってもうアウトだから。俺、それはめちゃくちゃ読んでる。ゾロリは読んでる。ゾロリね。なんか、ズッコケ三人組とか。そう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 。ありましたよ。晴れ時々。あ、そうね。ズッコケ、晴れ時々ぶったね。中になんか、いくつかあるんだ。なんかね、あの、児童図書のそのなんか、キャラクターもののなんか、漫画というかね、あの。漫画じゃないのか。うん。なんか小回りとかじゃなくて、うん、なんか A と、まあ、文があってみたいな、そうそうそう、感じなんですけど、あれは読んで懐かしい、懐かしい。クロちゃんは。俺はね、あの、英語の教科書で、国語の教科書で、俺だけ、俺だけそっちなんだ。そっち。国語でね、小学校2年生までで黒川明人って漢字は全部教えられたね。それは覚えてるね。英語でもいいや、英語の教科書でもいい。英語の教科書だと、マイク・デイビスって人が一番最初に出てきたの覚えてるね。マイク・デイビス、英語の教科書ですか。英語の教科書で、マンシーじゃないの、マイク・デイビスって言って。え、私、ユキでした。ユキ、ユキ、ユキ。え、ユキとアンディ。アンディ、あれジェーンじゃなかった、ケンじゃないの。ナンシーだ。ケン、ケン。ケン、ケン、ユキとアンディでした。え、ケンやって、ケンストリートファイターでしょ。超流けどね、ケン。俺全然覚えてない。え、ナンシーだよ俺。え、あとあの、なんかナンシーいいな。あ、でもナンシー。マスター、何やったっけな。え、何やったっけな。え、だけど男はマイク・デイビスだったでしょ。いや、マイ、え、マイク・デイビスやったっけ。もっと単純な名前。でもサンシャインの3の1はジェームス・チェン。うるせえな。俺、じゃあ、ニューヨーク・ロイソンやったっけな。え、じゃあ、もう一回言ってくださいって言わないからね。じゃあ、サンシャインの3の1。本当に。3の1と4の2。4の1です。4の1。別にいいよ、間違え。全部覚えろよ。なんで1だけ覚えんの。確かに懐かしいな、懐かしい、確かにちょっと小学校のとか取っときゃよかったね、なんか、あー確かにね、なんか読み直したらね、あなたの昔のね、なんかね、確かに、でちょっとね、じゃあそこら辺で
歌聴きましょうかね。曲いきますか。はい、うん、はい、ここで一曲聴いてください。キスマイフット2で思い花。キスマイフット2の二階堂たかしです。MBS ラジオ AM 1179 FM 906あっぱれやってます。さあここからは、リスナーの皆さんからメールをいただいておりますので、ありがとうございます、していきましょう。ありがとうございます。まずは大阪府ラジオネームゆちゃゆちゃさんです。ありがとうございます。今年2023年の最強運ランキングを見ると、獅子座の B 型が1位でした。獅子座、あっぱれメンバーの中に獅子座の B 型の方がいます。それは二階堂くんです。おお、そうなの。私はニカちゃんを応援しているので素直に嬉しかったです。今年はドラマ出演も待ってますよ。私は占いとかは良い時は信じて悪い時は信じないという都合のいい性格をしています。かっこ笑い、別に笑えないけど、いやいやいや、いいでしょ。ちょっとぐらいちょこちょこで。コメント入れないで。メンバーの皆さんはこういう占いなどを信じる方ですか。なるほどね。なんすか、占いランキング占いなんか、2023年最強運ランキング、だから、何座と何型を合わせたのが一番いいかみたいので、獅子座の B 型が1位だった。48種類ぐらいかな確か、血液型と星座で、どこで見れるんですか。わかんない。なんか、どこで見る。でも結構、すればあるじゃないですかね。年明けてから、インスタとかに、もうおすすめみたいなところに結構上がってたよね。あ、また、ランキングみたいな。全然知らなかった。いや、また、とぼけて。マジ？ガッツポーズしてたでしょ。マジマジ。知ってたんでしょ、調べて。最強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 、めちゃくちゃ信用する人なの。ちなみに二階堂くん1位ですけど、そういうのは信じますか、信じませんかということです。全く信じない。気にもしないんですか。占いとか検索してみたりとかもしないですか。テレビでやってて見ちゃうとか。ダウンタウンデラックスでやってたのかな。そう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 。あ、そうなんだ。さあ、それによりますと、りょうたくん、カニ座の B 型。カニ座 B 型。第9位。よし、おー、いいじゃん。48番手に。あかねちゃん。はい。伊手座の大型、はい、11位。おお、まあ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 半分よりは上です。クロちゃん、はい、伊手座の A 型、 A 型です、はい、18位。ああ、まあまあね、20、まあまあ半分より上。最下位ないんですか。最下位48位。おお、さあ坪倉、はい、乙女座の A 型、41位。おい、41位、せめてビリにしろ。よ、中途半端な、ダメだ、今年もダメだ。なこちゃん、なこちゃんも。なこちゃんは書いてないね。書いてないか。え、あ、あ、じゃあ、あ、そうやったちょっと見せやすいますか。ちょっとね、なこちゃん変動しちゃう。占いができない。占いができないということで、なこちゃん49位ですね。48位。ランク外や。皆さん信じます？あ、俺結構信じるかも。あ、そう。りょうたくん信じそうだね。おみくじとかも？え、おみくじとかも気にする？あ、気にしますね。ああ。でもやっぱ結構こういうの統計学なんで、だいぶやっぱそういう傾向の人が多いっていうことはやっぱそういうの当てはまるんちゃうかなっていう。一瞬気になるけども次の日には忘れてる。ああ、私もそうか。今ちょっと気にしてるよ。まだ。この放送は41。このランキング出されるとね。そう。なんか。うん。今日のトークと調子悪いんだろうなとか思うし、いや、うんって引きずるんだ、うんじゃねえ、うんじゃねえの。それより坪倉さんが乙女座なのがびっくりしてる。乙女座 A 型ヘビ年よ。乙女座なんですか。うん、乙女座で、乙女座でヘビ年で、かわいい。松本さんも乙女座よ。ダウンタウンの。あー、だですよね。いやいやいや、急にさ、そこもね、そんたかわいいじゃないですよ。ニカの大好きな松本さんの乙女座ですよ。クロちゃん信じる？俺は信じるっていうか、いいことだけ。だから、おみくじもそうだけど、結局当たるまで引いたりするし。当たるまで。そうだよね。大吉取るまでやるもんね。まあ、日によりますけどね。ガチャ。年に何回もおみくじやるからね、クロちゃん。大体年に100回は引いてますよ。少なくて100回だと思うよ。だって、そんな金かけて。そこ、別にいろんなとこでやるってことでしょ？一個の神社とかじゃないんでしょ？いや、いろんなところ。やっぱそれだけ散歩するから、近くに神社あったら寄って、やってみたりとか、あとね、神社によって100円じゃなくて10円のところとかもあるから。10円のところなんかあるんですか。10円のところ見つけたからさ、結構
を引いちゃうんだよね。いやいやいや、お買い得じゃないんだよ。10連けど10連。一発目で大吉引いたのに、もう2、3回引いていこうかなってなったんだ、朝から。あかねちゃんは信じますか？私、やっぱ、いいことは信じますね。で結構好きですよ、その、どういう結果が返ってくるのかが楽しみで、おみくじ引いたり、占い調べたりとかします。はあ、なるほどね。さあ、続いての、メールもちょっと占い関係ですかね。あら、占い関係多いですね。うん、はい、うん、ラジオネームカンパ襲来さんです。ありがとうございます。お前のせいか。サミーの、いやいや、サミーの 10年内の大寒波来ないから。突然ですが、皆さんは数秘術、何それ、数の秘密の日に術、すべ、はいはい、初めて数秘術、数秘術、数秘術かな、数秘術というものをご存知でしょうか。生年月日から算出した数字のことで、その人の運命の数字です。あ、はいはいはい、詳しくは各自ググってください。いやいや、その中でも11、22、33はマスターナンバーといい、世界を変えるかもしれない能力があり、この数字の持ち主は強運と言われています。先日、アッパレメンバーの数字を調べていたら、いましたよ。お、マスターナンバーの持ち主が。お、え、誰？やっぱりアイドルですね。あ、二階堂高橋さん。お、すげえ、マスターナンバーの中でも特に強運と言われる33の持ち主でした。ちなみにキスマイでは藤ヶ谷さんが11、玉森さんが22の持ち主なので、略されがちなフット2のごい、フット2のお三方が数秘術では強運ということになります。うん、フット2って、うん、なるほど。すごい。マスターナンバー33の方は宇宙規模のカリスマ性を持ち、宇宙規模、宇宙規模のカリスマ性を持ち、とにかくスケールが大きいので、時には突飛な行動をして理解されにくいのですが、何？いやいや、長いからって怒んでないよ、読みにくいから。死んだ、何これ、え、神羅万象ですね。神羅万象、すべてのものに愛を注ぐ人で、人のためにという精神が強く、自分のことを後回しにしがちだそうです。ただ、人のために生きると運気がプラスに転じるので、人のために行動するのは良いこと、いいことかもしれませんね。うん、二階堂さんなら、ファンのためでしょうか。二階堂さんならファンのためでしょうか。うん、うん、人のためというのはね、損得感情で行動しないので、凡人には真意や性質を読み解くことは難しいほどエネルギーに溢れた数字だそうですが、疲れちゃってるじゃん。確かにね、疲れそうだね。いや、俺だって11位とかだったらさ、はいはい、全然読めるけど41位って言ったらめっちゃ引きずって読めないの。読めない。そしてラッキーカラーはレインボー、そう、虹色だそうです。長くなってすいません。本当だよ。数字一つで生き方決められちょっと、数字一つで生き方決められっかって思うかもしれませんが、新たな発見があった楽しみで面白いかと思います。メール読み向いてないっすよ。それでイライラしてた。難しい言葉が全然、いや、41、なんか文章下手くそで、決められ、急に決められっかじゃないんだよ。41。なんだよ、神羅万象ってよ。神羅万象ってよ。めっちゃ怒ってる。ちなみに、坪倉、おい、どん、坪倉とナコちゃんって書いてあるぞ。坪倉さんな。坪倉とナコちゃん6。クロちゃんとナコちゃん9。ええ、ナコちゃんも2回来た。ナコちゃん2回来た。こいつダメだ。カンパ襲来。あかねちゃんと、あかねちゃんとナコちゃん間違えて、俺か、お前。どっちがどっちかわかんないわ。私どっち？どっちか、どっちか9でどっちか6。どっちか9で。いや、教えてあげてよ。わかる。あ、でも、え、どういうこと？坂上さんと岩崎さん5となっていました。え、やっぱ5なんだ、私。え、ど、え、なんで？あ、この間ラッキーナンバー5ってずっと思ってたんです、自分で。ラッキーナンバーの数秘術5。ずっと思ってたんです。え、逆にだからね、その、あと、5とか9とかそこら辺がどういうものなのかね。確かにね。え、これでどうやって計算するんだろうね。まあ、後でググれば、11とか22とかになるんだ。33。ね、すごいんだって。今年絶好調じゃん。ね、今年、絶好調や、二階堂くん。なんか、隠してることない？隠す？なんか、もう決まってることでさ。あ、仕事でですか？うん、仕事とか。え？お？いいっすか？いいよ。何？あ、でもこれまだ。P 入れるか、うん、P 実は、うん、何も決まってない。
タコらしい。タコらしい。いやいやいや。入れる意味で。何があったんだろうってなるから。みんな楽しみにして今年何もなかった。P 入れてが何もないんかいっていう話ですからね。いやまあでもずっとそれは調子いいわけでしょ二階堂くんは。ずっと調子いいかって言われたら分かんないそんな絶好調とかなの。そんなですよ。うんすごいとにかくスケールが大きいので、時には突飛な行動をして理解されにくい。突飛でも突き抜けるだから漢字とかも変な突き抜けるから、うん、突き抜ける。確かに。真摯な万象だ。聞いたことは全部言わないで。まあ、人のためにという精神が強いのはなんかわかるかな。うん、ちょっとね。確かに。うん。グループのことも愛してるしね。ファンのためですか？何がですか？その、人のためになんかするっていう。もちろんファンのためです。が一番。が一番。ああ、さすがですね。スーパーアイドルですね。一応アイドルやらせてもらってるんで。いやいや、そこ言っちゃダメだよ。うんこれ2桁俺みんな俺たちみんな1桁だけど、うん、33になるってよっぽどなんじゃないですか。なんかあんだろうね。生年月日から算出した数字。まあちょっと二平君に後で調べてもらいましょう、やり方ね。調べてくれたら足したりね、足したり引いたりするんですよね、あれね。意味もお願いします。意味もね、お願いします。はい、というわけでございます。続いていきましょう。はい、ラジオネームにっこり蛍光体さん、ありがとうございます。久しぶりやんか。友達じゃん。まだまだ寒い日が続きますね。そうですね。寒いと暖房器具に頼りがちになりますが、皆さんは暖房と冷房ではどちらがなくなったら嫌ですか？究極の寒いと眠れないし風邪をひきますが、暑いとそれはそれで体調が悪くなります。皆さんが暑さと寒さどちらに強いのかが気になります。こんぐらいの尺のメールがいいですね。また趣旨が違ったから。さっきはさすがにっこり蛍光体さんですね。説明がねやるから、ぼっちもにっこりです。さあ何人もの41です。はじめまして。どっちだ、寒さと。冷房やな。冷房か。でもな、冷房なくなったら嫌だ。無理。いや、暖房かもしれんな。あら、いや冷房だな。俺も冷房。俺も冷房。男性陣は冷房多いと思います。ああ、まあ確かに。なんとなく。私絶対暖房。そっか、着込めばいいもんね。そう。そうそうそう。脱いでも暑い時はもう暑いもんね。ああ、確かに。そう。そうね、冷房かな。冷房。でもやっぱ暖房だな。ほら。もう着込んでさらに暖房ってこと。もう着込まないとやっていけないです。うん。今の季節ね。今の季節。特にね。特に今ね。確かに。いや寒かったら、寒かったら風呂入ればいいと思ってるからさ。ああ、まあね。でも湯冷めしちゃうじゃないですか。もっともっと温めて芯まで。だから、だから下手するとそのまま寝ちゃうからさ、風呂の中で。やばい、それは危ない。結構寝るよ。気絶ですよ、それ。もう一人の体じゃないんだから。そうっすよ。リーチリーチみたいに言うの。はい、ということで、次行きましょう。続いては、栃木県。ガリガリガリコさん。ガリコ、ずっと忘れない。絶対この人。絶対忘れないな、これな。すごいな。ちゃんとインプットされる。だから AI じゃないから。さ、インプットで思い出したけどさ、クロちゃん絶対さ、あの、クロちゃんさんって言われるとさ、アグネちゃんさんみたいに言わないでっていう。今日入る前にさ、あの、作家さんがさ、急に、クロちゃんさん痩せましたって言ったら、あ、気づきましたって全然突っ込まなかった。いや、痩せたことが嬉しすぎて全然突っ込まない。違う違う、アグネちゃんさんみたいに言わないで、言ったはず、言ったはず。言ってなかった。気づきましたって。もう、即反応やった。ニヤニヤしちゃって。すごい嬉しそうな顔してた。いやいや。わかるんだ、わかる人にわかるんだと思って。アグネチさんさんみたいに言わないでって言わなかった、初めて聞いた。全然、全然そこ入ってこなかったんだよ、だから。ガリガリガリこそに戻りましょう。いや、もういいよ、ちゃんとね、聞いたらね。徹底してるな。やる月の皆さんは人生最大の忘れ物って何かありますか？私はスマホや交通系 IC カードを新幹線に乗れなかった頃、新幹線の、私はスマホや交通系 IC カードで新幹線に乗れなかった頃、新幹線の切符を忘れたことがあります。他にも新幹線の中にマフラーを置き忘れたり、旅行先のホテルにお土産一式忘れてきたこともあります。やる月の皆さんが、これは焦ったという
忘れ物があったら教えてほしいです。忘れ物、これ多分前話したんだよな。新幹線に、あの大河ドラマの撮影で静岡の方まで行った時に荷物一式全部忘れてったっていう、それはちょっと焦ったけど、あと何かな、そんなに忘れ物、忘れ物、でもタクシーに携帯落とした時はもう一瞬、2回ぐらいあるけど、ちょっと、家に電話ないから、どうしようってなるね。その時どうしたんですか？どうしたんだっけな、その後に来たタクシーを捕まえて電話借りたの。はい、その電話が、領収書はもらってたから、はいはい、その携帯、ちょっとお金払うんで携帯電話にちょっとだけ貸してくださいっつって、はい、で、かけて、で、そのタクシー会社の方に行って、で、連絡取って、そのまま戻ってきてくれたの。あ、戻ってきてくれた。よかった。忘れ物あんまりないな。忘れ物あんまりないな。こうする、あの結構前ですけど、うん、人生最大ですからいいです、あ、ちょっとじゃあもう一回考えます。あかねちゃんなんかいっぱいあるんですか？私頻度派なんですよね。頻度派頻度派だよね。頻度派だよね。頻度派頻度派なんですよね。頻度派だから知らねえ、知らんわ。ぼっと聞いてたら頻度派にしてくれないよ。ちょいちょいあるからどれがトップかわからんみたいな。そうなんですよ。だからカバンなくすなんて全然よくあるから、なんかその物っていうよりかは焦ってびっくりしちゃったことでもいいですか？慌てて家を出てて、うん、ゴミを出さなきゃいけなくて、うん、こうゴミと携帯をこう両手で持ってわたわた、やばいやばい遅れる遅れるって言って、ゴミを捨てなきゃいけないのに携帯投げ捨てて、ゴミ袋持ったまんま駅に向かって走ったという、まだ気づいてないの？途中まで。やばい。すごいな。で、漫画じゃん。サザエさんだよ、そんなの。走ってる途中に、なんかゴミ捨てるときすごい音したなと思って、立ってて見たら、ゴミ袋があって、そこまで気づかないし、すごいな。いやいや。慌てて戻った記憶はあります。いや、もうエピソードないよ、みんなそれ。それ以上ないよ。すごい。そう、携帯壊れてなかったの、それ。大丈夫でした。ゴミも割れてなかったです。だって捨てて、そのまま行って、捨てた携帯、あったってこと？まだありました。まあまあそこは多分取らないよね。それはゴミ捨て場に携帯あっても取らないよ。ゴミかってなげたら。は焦りましたね。なるほど。皆さんそんなにないですか？そんなもないな。一番古い記憶っていうか、小学校の頃に、まあ、その時は雨降ってて、で、友達と一緒に行ってたんですよ、いつも。うん、で、友達迎えに来て、ああ、行こうか、つって。で、喋りながら行って、学校着いて、下駄箱で、お前、カバンはって言われて、もう手ぶらで行ってたっていう。カバン、背負わず、カバンを、忘れた、持ってくの。カバンを、玄関に置いたまま、傘持って、ああ、つって、普通に喋って、かわいい。下駄箱まで全然気づかんの。なんか、レイ君にしっかりして、その頃から岩崎亮太は完成されてた。完成されてた？明るいね。かわいい。うん、まあ皆さんあんまないということで、ないか、はい、そんなね、ということでございます。メールはあ、まだなんかあります？いや、なんか出してもらっていいか。あ、数秘術の数秘術、あ、出ました、出た、長っ。読んでくださいよ、41位さん。二平君が調べてくれました。数秘術の基本的な計算式、ざっくりですが、何もう一緒っ腹から、数比率は1から9までの一桁の自然数が中心となって考え、ちょっと亮太くん読んでください。ちょっと、そうか、数比率は1から9までの一桁の自然数が中心となって考える。その2、生まれた、西暦、月、日の数字を一桁になるまで一つずつ足す。三つ目が、誕生日や生命を一つ一つの数字に置き換える。は？生命を一つ一つの数字に置き換える？四、足し算によって自分の運命数を知ることができる。最もベーシックな方法は生年月日から誕生数を割り出す。だからいろいろあるみたいですね、計算式が。誕生数って何？例えば、1990年1月5日生まれだったら、1足す9足す9足す0足す1足す5っていう。ああ、なるほど。全部1個ずつ足していく。1個ずつ足していくっていう。
それが誕生数なんかそれがなんか、あ、でもそうか、そうか。そう、そして、それがなんか、あの、27とか、俺は27になったから、うん、その27を2と7でもう一回足すと、9になるから、うん、なんで33。1桁になるまで。そう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 。じゃあその33は？じゃあ33は？だから、俺は27になったけど、多分それが、うん、その段階で33とか、多分。ゾロ目だったらもうそこで。ゾロ目だったらそこってことだよね。とりあえずね、あの、結果が出てますんで、読みますね。はい。岩崎坂上、誕生数が5のあなたは、うん、生まれながらの自由人。お、思い立ったら即行動、好奇心旺盛で常にいろいろなことにチャレンジして変化のある生活を求めます。立場や、環境の違いを超えて人と関わる能力に優れているので多種多様な人と交流する機会が多く訪れるでしょう。ほう、坪倉さん、はい、誕生数が6のあなたは生まれながらに愛を分かち合える人、人に安らぎを与えるパワーの持ち主です。人の世話をすることが自然にできるため、うん、何、ね、人の世話をすることが自然にできるため、うん、教師や看護師、カウンセラーのような職に就くかもしれません。どんどん、どんどん、つばくろさんの眉間が、ね、寄ってくる。クロちゃん、はい、誕生数が9のあなたは生まれながらのドリーマー。あ、ドリーマー。人生で経験する出来事をスピリチュアルな視点で捉え、すべてを学びとすることができます、うん。人の痛みに気づく繊細な感受性を持っているため、ね、困っている人を助け、導くような道徳的な仕事や指導者になる機会に恵まれるかもしれません。ありがとうございます。優しいからね、意外に。本も出しましたしね。はい、本です。ありがとうございます。あ、クロちゃん本は、ね、本持ってきました。お、お、ありがとうございます。そして、二階堂さん、はい、誕生数33を持つ人は感受性が強く卓越したメッセージを人に伝えていく使命を持っています。さまざまな場において人が人生の目的に目覚めそれを叶えていく手助けをする導き手となるでしょう。愛する人のために献身的に尽くしますが思いが強い分感情的な依存や執着に囚われてしまうことも、感情をコントロールして他者との間に健全な境界線を引くことを忘れないで。さっき悪くなってない、なんか、なんかそれ別に読まれたくなかったさっきのままで、さっきのままの記憶がいい。まあ、ね、まあ、ね、ね、いろいろよ、ね、岩崎さんって本当いい声してますね。ありがとうございます。なんだよ、ね、ラジオ聞いてる気持ちで聞いてないよ。参加してくださいよ。ちょっとだけ気が変えましたけど、うん、はい。それと思ったら普通に小暮さんっぽい声も出せるしね。うん、まあまあそうですね。うん、声優ですからね。いい声。ありがとうございます。小暮さんで喋ってみてよ。あんぐらいがなんか力んでなくていいもん。いやいやいや、小暮さん。小暮さんで喋ってみてってなるよ。だってもう小暮さんはもう普通の高校生ですからね。来週の放送は、はい、もう別に何も言わずに小暮さんっぽくやってみる。自然にと捉えましょう。自然に、自然にちょっと小暮さんにして自然にこうなんか難しいですよね。な、占い師の方に来てもらいましょうかって今スタッフさんから髪が来ました。占い師に来てもらう、占い師知り合いにいるんですか。占ってもらえる、でも楽しそう、ね、MBS の母いるの、ここにいるんだよもう。いや、お抱えの小津さんの奥さんじゃないでしょうね。いや、それを使わないといけないじゃん。だったら気使わないといけない、ね、気使わない、気使わなくていいよ。じゃあそうね、さ、次回再来週とかぐらいまでにね、うん、もし来てくれ、なこちゃんも来るしね、うん、その次に来てもらった方が、うん、見てもらいましょう。うん、なこちゃんでも血液型わかんない。ああ、そうか。ああ、そうか。でもいろんな、いろいろ調べ方、いろんなものが調べ方でね、まあ今調べてもいいしね、そこで。確かに、うん、病院の先生呼んで血液型調べ。いやいや、そこあの新しい人が増えすぎよ。血液型こんな出張で調べれるのね。リチも呼んで、リチも調べれる。リチ、リチ、それで終わらすのやめろ。呼べばいいだけ。はい、というわけでメールの方は以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでやる月では皆さんからメールを募集します。りょうたくん、宛先お願いします。はい、メールの宛先は yarugetsu@mbs1179.com、やる月@mbs1179.com です。おう、はい、うん、すごいですね、やっぱこれ。でもラッキーから、いやいや、そんなにさ進んで喋んなくていいよここで。え、別にさ、虹までのつなぎを自分からつなげようとしなくていいって、そんなに。そうですね。早いのよ。もう俺。自然じゃないのよ。もう待っちゃってる。俺が行かないと、だって。もうみんな休むから。休むから、休むから。これやめよ。この流れやめよ、もう。あ、そう、え、ね。もうそうですね。普通に流そうよ。もうね。だからもうメールの途中、読んで途中で流すとかね、もう。え、ちょ、いやいや、メール途中で、またなんかフェードアウトしていって、なんかメールの途中で。
スッて入っていくみたいな。じゃあそれを被らないようにスタッフさんやるから、うん、被らないそこでちゃんといけるかどうか、ね、ああ、これじゃあメール早く読むとか。あ、メール早く読む、うん、うん、でもう一回ちょっとりょうたくんメールの宛先の、あ、ここね、はい、メールの宛先は、はい、yarugetsu@mbs1179.com やるげつ@mbs1179.com です。あ、ね、ここで聞いてください。岩崎亮太さん、ちょうどいいタイミング。我が家坪倉です。 MBS ラジオ AM1179FM906 あっぱれやってます。みんなでやってきます。さあ、このコーナーはやるげす6人が初めてやることを全員でやってきて感想を言い合うコーナーでございます。はい、前回は映画ザ・ファースト・スラムダンクを見てくるでしたが、うん、最高でしたね。最高、最高ですね。面白かった。まだ興奮冷めやらぬよ。冷めやらぬ。最高でした。最高、うん、あざます。というわけでさっきその2時中にね、はい、あのちょっと読みづらかったメールをちょっと読み直したんですよ。めっちゃ真面目じゃんか。はい、そしたらちゃんと読めました。すいません。何の報告ですか。カンパ襲来さん、先ほどすいませんでした。読みにくいと言ってすいませんでした。いやいや、僕の勉強不足でした。申し訳ございません。まあちゃん、えらいえらい。エンディング時間あったらもう一回読みます。まだいいよ。もういいよ。もういいよ。分かったからもう。さあ、今週は、このコーナー始まって、はい、初の、うん、4つに分かれての宿題になりました。そうそう。はい、いや、まさかこんな日が来るなんてね。はい、ね、やっぱりこの二階堂くんのね、ラブソングを聴きたかったっていうのがありますので。すごいね。まあそこを最後に発表してもらいましょうね。はい、ちなみに、なこちゃん休みですけど、なこちゃんゲームセンターで景品を取るでしょ。はい、まあそのうち多分写真は、ね、具合良くなってからか、もう撮ってあるのか分からないですけど、はい、うん、マネージャーさん伝えで来ると思いますので、ゲームセンターで景品を取るってまたすごい話ですね。普通の遊びだもんね。そうそうそう。なんか一人だけそれやってたら、ただ遊んできただけみたいな。それでちょっと遊びすぎて具合悪くなった。いやいや、子供じゃん。興奮して興奮して。そして、クロちゃんと僕が、川柳を作る。はい、はい、そうですね。で、アカネちゃん、リョウタクがモノクロ写真を撮るでございました。うん、はい、じゃあ、ちょっと写真から見ます。はい。あ、まあね。ね、はい、モノクロ写真。モノクロだからこそ映える写真みたいなことですよね。は、う、い、んうん。なんか、モノクロってね、結構、うん、なんか、ね、結構意外と難しかったですね。むずいっすよね。ね、むずいよね、うん。むずい。何をモノクロにすればいいのかっていう。確かに。結構悩んだ？悩みました。うん。あれ？これ。え？どうしました？え、この場所わかる？うん、さあ、じゃあまず1枚目見てみましょう。はい。あ、これは、うん、ちょっとイルミネーション。うん、そうです。これりょうたくん。はい。これどこ、え、場所わかる。場所わかります。場所すぐ近くです。すぐ近くです、うん、はい。これ都内某所ですけど、うん、いや、うちのアイドルグループやらないで。あえてこのイルミネーションというか光があんのに白黒で見せると。白黒で見せる。ちょっと下から撮ってるのかな。そうね。下からで斜めにして。てこれは、ゆうたくん、どういう。はい。これなんかいつも、まあ、うん、このね、あっぱれやってます月曜日、うん、まあ、収録するために、まあ、こう来るじゃないですか。はい。で、このその自分のこの、ね、いつものこの、なんていうんですかね、こうルーティンというか、うん、通ってくるっていうのを、こうあえてこの今までこうずっとこのカラーで見てるところ、うん、それをこう白黒にこう切り替えることによってこう自分の中で何か変わるんじゃないかなと思って。なるほど。え、これちなみにいつ撮ったんですか？はい、これはですね、今日です。今日？今日。だってなん、いや、なんで今日なんて言ったら、はい、それはだって、はい、このラジオの収録に来るためにここに来るんじゃないですか。はい、だから、そのラジオに向かう赴くこの自分の気持ちとともにこの瞬間を切り取ったわけですよ。二階堂さんが目こすってましたよ。どうした？いや、もっとさ、もっとさ、こっちラブソング作ってんだよ。こっちラブソング1週間ぐらいかけて作ってんだよ。本当のラブソングなんだよ。ちょっと待って、俺の気持ちをここにこう投影してるわけですよ、だからこれが。いや、手抜いたとかではない。もう全然手抜いてない、もう。ちなみになら候補みたいなところ、違うところも撮ってみたりした？まあ撮りましたよ。おうおう、そう撮ったんですけど、うん、なんか違うなと思って、うん、結局はまああそこでいいやと思ったんで。まあそうな、まあ別にあそこでいいやじゃないですよ。まあ、違う、やっぱりな、やっぱこれね、やるやつ出せたらやっぱここやなっていう、なんかこのみんなにもなんか俺が見てる風景を見てほしいなっていう、この毎週見てる風景を。まあけどなんか
一瞬なんかね、うん、あの光がいろいろさしてるけどさ、そう、それがなんか噴水みたいにも見えるから不思議な感じだよね。ちょっとね、よくあるね。いや、なんで意味ならさない白黒にしたらこういう映り方するんだ、ね、まあまあ、そうなんですよ。そう、なんか理由聞かなければおしゃれな感じよかったけど、うんうん、なんか理由聞いたらやっつけみたいな感じ。いやいやいや、やっつけじゃないですか。やっつけでやってみた。いやいや、やっつけでやってみたじゃないから、うん、これね、自分のこの気持ちよく投影したわけです。でもこれ結構ね、色違うんですよ、本当はね。全部ね、イルミネーション。なるほど。わ、かりました。かっこいい、うん。なんかこれも幻想的でね。うん、さあ、続いて、あなんで間違えるの、うん、続いて、なこちゃん休みなので、あかねちゃん行きましょう。待って待って。これは、何週じゃ何一回クレーンゲーム挟もうかなと思ったけど、うん、なこちゃん休みだから、あかねちゃん行きましょう。間違えたわけじゃないんですね。うん、間違えたらない、全然。あかねちゃんの写真。はい。ほら。ね、わ、おしゃれだな。実家ですか、これは。ずいぶんでかい実家だな。なんかこう、野生に帰ってみたら。それは家帰っちゃうね。11日間帰るね。あ、実家の、これはなんかおしゃれな、はい、ね、絵も飾ったって、うん、絵というか。ベートーベン、韓国ベートーベンっぽいね。あと、観葉植物も置いてあって、うん、ちょっと昔ながらのおしゃれな階段がある、うんうん、ようなところを下から階段を通りながらっていう、これ、うん、どういうことですか？ここは純喫茶です。純喫茶、はい、私が、まあ、純喫茶好きなんですけど、まあ、よく行く純喫茶の一つのお店で写真を撮ったんですけど、うん、やっぱちょっと作りが昔ながら、うん、だからモノクロで撮ったらすごく映えるんじゃないかなと思って、うん、友達とお茶してる時にパシャって撮ったらいい感じだったのでこれを持ってきました。おお、なるほど。もうこれ1枚だけ、他にも何枚か撮ったりはしてるんですけど、うんうん、これが一番良かった。うん、この曲線のなんだ、階段の曲線のところとかがすごいいいなと思って、うん、あと、まあ、レンガだったり、はいはいはい、なんか確かにそのアンティークなものがその白黒にすることによって、うんうん、ね、さらになんかいいというか、うん、なんか昔を感じるし、時代感を、うん、でも綺麗だね、ここね、すごいいいんですよ。新宿のランブルってお店なんですけど、うん、結構広くて、よく行くの、かねちゃん、うん、行きます。いい、大丈夫、言っちゃって、そんな、あ、でも結構何個もいくつか、誰も来ねえそんなこと言うんですか、そんな名前を間違えるのに、ね、ちゃんと間違えのに、あかねちゃんが座った席どこですかって言うか、行くぞ、こっちも聖地巡礼です、言うかこの野郎ちょっと気をつけて酒飲んじゃうからあ、でもいい写真ですよ、うん、なるほど、はい、ぜひ皆さんも行ってみてください。はい、さあ、ということで続いてはクロちゃんか僕、川柳、はい、どうしましょうか。どうします、俺、うん、うん、どういうふうに、僕は、はい、ちなみに、やる月のメンバー、うん、僕以外の5人をそれぞれ、川柳で、嬉しい、表してみました。表したというか、うん、歌ってみました。お、はい、歌ってみました、川柳、で歌ってみました。お、はい、クロちゃんは、僕はまあまあ、まあ、ね、いつも、うん、やる月のメンバーのことをいつも言わないから、うん、なるべく入れながら、うん、まあ、ちょっと膨らました感じしましたね。うん、ああ、なるほど、はい、ちょっと、ちょっと、まあ、このラジオにかかった、はい、うん、僕はラジオ全体というか個人個人、はいはいはい、の今まで会ってきたのをちょっと気持ちを込めながら、おちょっと、はい、ね、じゃあまず、うん、僕から行きましょうか。はい、ね、まあいないんで、じゃあ、うん、なこちゃんから行こうかな。あら、なこちゃん、なこちゃん、うん、背丈以外まだまだ伸びる元気な子。ああ元気な子、なこね、元気な子、うまい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 ですね。結構クオリティが、期待が、あら、うまいね。続いて、はい、クロちゃん行こうかな。はい、うん、二面性。二面性。名は明るいが、名字黒。おぉ、そっちのね。うん。なるほど。すごい、すごい。やっぱ、ちょっとモンスターだから、二面性あるじゃん。人間、いい人の時もあるし、はい、怖い黒ちゃんもあるし。はい、確かに。それが、やっぱり名は体を表すじゃないけど、黒なのに明るいっていう字が、黒川明人って。お、確かに。確かに。うん、そこにちょっと目をつけましてね。それでも言わないで。ありがとうございます。そういうことか。すごい、うん、結構うまくできたなと思ってね、うん、鋭い、そして、うん、あかねちゃん行こうかな。はい、かわいいね、なこ来てあまり言われないあれ、あ、落としたな、ちょっと
そうか、ね、それは本当にそ そうこの5人の時は結構可愛いねって言ってたけど本当にそう、なこちゃん来てからあんまり言わなかったなと思って、ミッキーなくなりましたよ、うん、だってだってあかねちゃん自体がもう可愛い可愛いって言っちゃってるからなこちゃんのことを、うん、私に問題があるってことですか。いやいや違う違う違う、もう姉さん、姉さん、うん、もっと年が若いし背も、はい、ね、可愛らしくて、はい、子が来ちゃったから、まあそうですね、あんま言われなくなったなと思ったのを、姉さんになってみんないじんなかったから、うん、川柳としていじってみました。ありがとうございます。いやいや、あまりってところがいいでしょ。あまり本当に可愛いね、ナコ来て全然言われないんですよ。あまりにしておきました。ちょっと優しさというかね、はい、これでたかしが難しかったんですよ。やっぱりスーパーアイドルだし、うん、ちょっとけなすこともできないし、えー、うん、ちょっとこれはあれかな、うん、あんまり、うん、二階堂くんの、はい、二階堂の、はい、はい、川柳です。はい、1位ふみ、2位が焼酎、3高し。微妙微妙なんか。二階堂のランキングね。なんか微妙。ふみちゃんが1位でしょ。はい、二階堂ふみ。うん、2位が焼酎の二階堂、はいはい、3位が高志っていう、ちょっと、なるほどね、ちょっといじったんだけど、はい、いじりきれてないし、うん、難しいのよ。やっぱいじるときっていじりきらんとあかんね。あら、関西の大御所。そうなのよ。でもなんかキス前とか入れると なんか長くなったりして難しい、結構悩んだ。文字数がね。はい。じゃあ最後行きましょう。はい。虹よりも、うん、七色輝く君の声。うわぁ、おぉ、キスマイのことですね、これ。どうも、キスマイのことか。そっちか。7人ですから。ちゃんとキスマイの方もね、ちゃんとね。キスマイで、りょうたくん。すごい。いや、ありがとうございます。ほら。はい。こういう線、これ川柳でいいんですよね。いや、うまいっすね。いや、結構考えたよ。最初のね、4日ぐらいはね、まあ、仕事の合間とかちょいちょい考えながらも、なんか全然。思い浮かばなくて、うんうん、あの昔のそのサラリーマン川柳とかの、あと今年受賞したやつとかを見たら、やっぱちょっともじったり、うん、今年のマスクとかそういうものにかけてたり、はいはい、うん、なんかちょっとねずっちがやるなんだっけ謎かけみたいなのにちょっと似たような感じがやりやすいのかなと思って、そこら辺をちょっと意識して、頭いいな、やりました。うま、さすが、はい、さすが、やっぱ最優秀作品はやっぱりあかねちゃんだと僕は。あかねちゃんだと言われない。言われない、触れられなかったか、可愛いね、可愛いねに言われないってことですよ。はい、はい、ということでございます。はい、はい、じゃあ私行かせてもらいましょう、うん、あかねちゃん川柳、はい、いろいろ考えてきました。はい、じゃあたかしのはあります、きちんと。おはあります、はい、いいですか、たかしのかな、たかしのを言う。たかしの言います。はい。二階堂、お酒じゃないよ、二階堂。おいおい、いいぞ。二階堂だから二階堂なの？二階堂、そうです。あ、だから二階堂ね。二階堂、お酒じゃないよ、二階堂。はい、これは先が思いやられるよ。トップバッターが。すごいな。さあ、またメンバーのことを一つ言ってんの、もう一個。一つ、もう一個、はい。なこちゃんは、歌舞伎じゃないよ、矢吹だよ。歌舞伎、ああ、序盤だから。はいはいはい。最初はゆっくり。うん、スロースターだった、うん。そうですね。最後に。最後にドンってくる。はい。じゃあもう一ついきます。うん、はい。矢吹はさ、ジョーじゃなくて、ナコだしん。何ちょっと待って。何よ、何でナコちゃん二つ。はい。ちょっと待って。ナコちゃん二つ。なんで、はい、矢吹ジョーじゃなくて、矢吹ナコだよっていう、明日のちょっと間違えないでっていうのを言わせてもらいました。じゃなくて多いな。確かに。全部テンプレートお酒じゃなくて。ひどい。まだまだあるか。聞きましょうか。はい。いきます。会いたくて、会いたくて、震える。あ、これ554だったね。551だったら放来だったのにね。は？え、ちょっと待って。怖い。これは。短歌今の。最後まで。今のは55、575なのに、554にしちゃったから、あ、551だったら放来だったのにねっていう。うん。551の放来だったけども、それまでが、川柳？次いきます。自由率みたいな。ちょっと待って。すご。はい。これ最後です。ラストです。ラスト？まあラスト決めてくれるよ、それは。しっかり決めます。ここまではおふざけでしょ。はい。そうですね。お願いします。いきます。黒ちゃんは、誰のものでもありません。うるせえな。ひどいよ。こいつマジで。できました。はい。できてない。ちょっと。ああ、ひどい。ああ、ひどいね。え、川柳ってこんなもんだよ、だって。いや。
や俺がよく頑張ったのが見えたね、うんうん、いやもう全然違う。いやさっきの二階堂くんのひどいっすけど俺の方が良かったでしょ。全然いい。なんでなんでなんで二階堂お酒じゃないよ二階堂。うるせえな。何を二階堂でサンドイッチしてんの。お酒じゃないのよ。あちょっとクロちゃん何ですか。ひどいひどいよ。なこちゃん2個で矢吹と名前使って両方とも。いやいやいや俺関わってたからこんなもんだってマジで。よかったねなこちゃん休みで。いやなんでよ今度聞かせよう本当にしっかり。さあこんな皆さんお待たせしました。はい、あれこれは二階堂くんのラブソング処女作ですか。はい、おお、うん、ああ処女、うん、まあはいはいはい、初めて書いたラブソング、はい、これは物語的にはこれは誰よ、クロちゃん目線とリチさん目線も書きました。二つってこと？一つの中に両方の目線。ちょっと楽しみ。巧み。じゃあまず二階堂くんに、ちょっと読んでもらって、その後に皆さん歌詞を、はい、歌詞カードというか、はい、プリントしたのを多分もらうんで、はい、まずはもう音だけで聞きましょう。はい、じゃあまず頭サビから始まります。おお、お願いします。ありがとう。好きになってくれて。出会えてよかった。出会うことが必然だったのかな。 A メロ。なんで何も見えないの。なんで真っ暗なの。僕の人生に光はないの。周りの環境に流されてばかりじゃ何も始まらない。だから僕は僕を信じて恋を始めるよ。 B。 どこで出会えるの。いつ出会えるのか。私はあなたを思って日々暮らしている。でも出会えない。チャンスがない。そんな時水曜日という曜日が私にチャンスをくれた。 C サビ。ありがとう。好きになってくれて。出会えてよかった。やっと一つになれたんだ。以上。ほー、なんかすごいラブソングね。 A メロがクロちゃん目線で、そうですそうです、 B メロがリチさん目線、リチさん目線ね。あえすごいすごい、もううんすごくいいと思いますよ、うん、やっぱこの何も見えない真っ暗っていうやっぱ目隠されてる、ね、あこれ目隠しってことなのね。目隠しっていうのもあるし、うん、なんで感じ取れないの。俺はあの何ですか、あの口の中開けた時の、うん、あの咀嚼してるものが見えてみたいな感じのことかなと思ったからなるほど、その目線持ってないから、ね、持ってない持ってない、うん、でほらやっぱリッツさんがなんかクロちゃんに出会えるか、うん、出会えないかでなんかずっと待ってたみたいなあったじゃないですか、うん、どこで出会えるの、いつ出会えるのか、うん、私を思って、日々暮らしている、うん、チャンスがないけどそんな時水曜日という曜日が私にチャンスをくれたと、うん、どうですかクロちゃん、ちょっと自分のことを書いて、うん、まあ自分も作詞するじゃないですか、うん、自分を書くじゃないですか、まあまあ作詞って金もらってますからね、うん、はい。それでどうですかこれ、はい、読んでみて聞いてみて。いや、初めてにしてはすごくいいものを作ってくれた。もうスイッチ入ってるんですよ。すごい。もう、もうちょっとね、もうちょっと具体的じゃなくて、うん、もうちょっと、うん、ずらした感じのが欲しかったかなとも思いますね。例えば、どこに変えた方がいいとか。もう、プロのみたい。松井先生お願いします。私で言うと、うん、なんだろうね、そんな時、水曜日で言う、曜日がチャンスをくれたっていうのも、直接的なんで、うん、ちょっともうちょっと水曜日っていうのは水曜という、なんだろうな、水曜という、うん、なんか文明開化の音がするとか、うん、チャンスじゃなくてチャイムだよとかね。あチャイムが。文明開化の、なるほどな、クロちゃんの世界観。やけどね、やっと一つ慣れたんだって、あとあれ入れてほしかったですね。24時間監視カメラの中で、初めての夜を迎えたってのも入れてほしかった。知らないよそれは。俺知らないよそれ。そんなやつ。いやいやおかしいよね。そう、ガムテープでガチガチにしたい。いやけどこれねやっぱいいね、うん、真っ暗だっていうなんか絶望からの光が見える感じ。いいですね。ありがとう好きになって。いやこれ多分ねリチ多分喜んでるよ聞いて。うん。じゃこれに、クロちゃんちょっと線流ダメだったんで、はい、ちょっとメロディーを来週までにつけてきてください。お願いします。いやごめんなさい、
作詞だけなんで作曲はあの俺ギターも何も弾けないんで、ピアノも弾け、ピアノも戦場のメリークリスマスしか弾かないから。はい、いや素晴らしいんじゃないですか。ちゃんとしっかり考えてきて、ね、え、これなんかどういう時に思いついたのこれ。ね、毎日考えてた。いや確かにやっぱ宿題毎日考えるもんやっぱ、うん、頭の中で、うん、クロちゃんの川柳毎日考えてないでしょ。毎日考えてないでしょ。毎日考えてなかったでしょ、うん、いやいやバレるんだよ、うん、違うのよ。いや違うのよ。いやいろいろ出来上がってよかったなと思ってさ、うん、これしかないと思って持ってきたらさ、なんか変な空気になるからさ、二階堂焼酎お酒じゃないよ。いや出来た時はもういやこれもう名作だと思ったからね。拍手喝采だと思ってつぼっちの部分聞いて触れたからね一瞬ね。うますぎて、そんな感じでうまい落語家さんみたいなこと言うのみたいな。いやそうそう聞いてます。え、高橋ありがとうねこれ、はい、すごい、はい、これね紙だけでもリチに持ってってあげる。あ持ってってあげてください、うん、はい、リチにこれ渡します。うん、ちょっとサイン書いてもらってね、うん、あ書いてもらっていい。はい、というわけでございまして、はい、はい、いやすごい、うん、いやんこれこもってるな。はい、はい、というわけでございまして、次回、はい、次回は何をやってくるか決めましょうか。はい、うん、いろいろ来てますんで行きましょう、うん、まず東京都ラジオネーム桜餅さんです。ありがとうございます。来月はバレンタインなのでチョコレート交換などはいかがでしょうか。誰が買ったかわからないようにしてじゃんけんで買った人から好きなものを選んでいき、最後残っちゃった人は罰ゲームとかはどうですかね。誰が一番ハイセンスなチョコを持ってくるのかが楽しみですと。はいはい、まあね、ちょっとね。バレンタインか。うん。どうそんな時期か。まあね、バレンタインはなこちゃんとあかねちゃんからもらうだけでいいですからね。はい、今年あげるかわかんないですよ。すぐ名前間違えるしさ。可愛くないな。あんまり言われなくなった。続いてラジオネームゆきなさん。ありがとうございます。福島県の方ですね。やってきますのお題ですが、珍しい自動販売機を探してきて紹介するのはいかがでしょうか。自動販売機といえば飲み物のイメージがありますが、全国には食べ物だったり小物だったり珍しい自動販売機がたくさんあるので、やりげつメンバーの皆さんに探してきてもらいたいです、うん、ちなみに私が住む福島の地元には福島で有名な桃などが手軽に買えるロッカー型自販機がたくさんあります。あたくさんあるんだ、ね、農家が出してるよね、農家さんが、うん、これ前にもなんかやんなかったけどあったよね、うんうん、ありましたね、うん、ちょっと自動販売なんか買ってくるみたいな、うん、はいはい、うん、ラジオネームコマさん、ありがとうございます。紙相撲を作ってきてみんなで対決するはどうでしょう。急に可愛くなったね。かわいい。紙相撲ね、確かにトントンするやつ、うん、いやてかトントンやったことないよね。トントンやったことない、確かにちゃんと小学校幼稚園とかかな、作ったこともないもん、ちゃんと作ったことないかも、まあ、それぞれの大きさとか別に関係なく、うんうんうん、もう大きければ大きいほどいいってわけでもないもんね、多分ね、まあ、確かに、まあ、土俵のなんか大きさも決まってたりね、決まってたりとかね、うん、まあ、決めて、うん、まあ、もし決まったらちょっと考えましょう、うん、はい、ラジオネーム浅布さん、ありがとうございます。初めて聞く歌を皆さんで歌うというのはどうですか。え、どういうことどういうこと曲の種類の選択はお任せしますが、全員が初めて聞く歌で各自練習してきて放送内でお聞きしたいです。ハモリなどは考えなくても良いです。ただ純粋に皆さんが一緒に歌うのを聞きたいだけです。すいません。え、どういうこと、どういうこと、初めて歌う、全員が聞いたことない曲を、あ、全員が今まで聞いたことない曲を今お題で決めて、今週決めて、はいはい、それを2週間後にみんなで発表を歌う。そういうことか。急に流れた曲を歌うわけじゃなくてってことね。急に流れた曲を歌うの難しいよね。いや、なんか俺は YouTube でやらされてるからめっちゃ。当日に先聞かされて2週間練習してくるってことですか、ね、その歌、うん、知らない曲をってことよね、うん、2週間あったら、まあ、覚えちゃうし、いやそうよね、2週間あったらね、知らない曲じゃなくなっちゃうね、うまくなっちゃうしね、うまくなっちゃうしね、好きな曲になっちゃうかもしれない、結構十分な浅野さん、僕以外の皆さんが批判してます。批判じゃない、喋ってるだけでしょ、言わなくていい。続いてラジオネームラクさん、
ありがとうございます。おすすめの YouTube チャンネルのプレゼンをするのはいかがでしょうか。案件抜きの皆様のおすすめ YouTuber さん気になります。なるほど、まあこれ面白いですよとか、うんうん、あまあね、うん、以上になります。はい、はい、どうしよう、どうしようね、これは結構バラバラ、うん、うんうん、はい、悩むの、悩みますか、ね、じゃあまず、あ、はい、でもあれもいいか、チョコ、チョコを作ってきて、誰が誰のか分かんないように交換して、食べるというのはいかがでしょうか。ゼロゼロ、うん、珍しい自販機を探してきて紹介するのはいかがでしょうか。はい、お、二階堂くん処理、たかし、紙相撲を作ってきてみんなで対決するのはどうでしょうか。はい、はい、お三人、お俺とクロちゃんとりょうたくん、はい、さあ、続いては初めて聞く歌はみんなで歌う、はい、はい、歌いたい、意外と、ね、はい、みんなで歌ったら楽しいじゃないですか。、はい、お酒入ってませんか、大丈夫。なこちゃんが入ったとしてもまあ変わんないか、はい、そうね、まあ、そうですね、3人ですからね、ということで、今回はみんなで紙相撲を作ってきて対決中ということでございます。さあ、え、土俵はどうするんですか。土俵はスタッフさん側で、ね、ちょっと大きさだけね、大きさはどうしましょうか。ああ、なんかレギュレーション決めて、大きさは国技、はいはい、はい、そうね、はい、じゃないと本当の相撲ぐらい、え、土俵ぐらい行く、いやいやいや、もうトントンどころじゃなくなってくる、そう、どういうので、普通のタンバリンぐらいかな、タンバリンぐらい、タンバリン持ってきていいんだよね、難しい、あれタンバリンでやるんでしたっけ、なんかタンバリンぐらいのでしょ、お手紙なんですか。そもそもこれなんか見てたら画用紙とか牛乳パックを4つ角、うん、に切り半分に折り曲げて、早いな、やる気満々だな、トントントンって、だから手で叩くんだよね、うん、そうそう、はい、なんか素材が何かってことですよね、素材、土俵の素材、あの紙相撲の、相撲の、あ、相撲の方ね、なんか昔やってたのはさ、うん、なんか牛乳パックとか、うん、あれでしょ、あの土俵っていうのは普通に机になんか絵描、あの線引いてさ丸描いて、うん、それでやってたりとかしたからね、うん、でもこれも可愛い、紙コップに顔つけてトントン、あ、紙、あのなんか二つ折りにしてとかじゃなくてってことか、うん、紙コップの、ちょっとそれは違うと思うんですけど、ごめんなさい、後で決めましょう、まあ、ね、そうね、決めましょう、まあまあみんなでちょっと決めて、はい、2週間後ちょっと、うん、正規の対決、うん、はい、6人で正規の対決、はい、いやだから組み合わせとかもね、その場でちょっと決めないと、あ、そうか、あ、そうね、だからね、トーナメントで、2人ずつやって、めちゃめちゃ前のめりじゃない、一組が1回勝ったらもう決勝いける一組がいるわけだから、ね、そこね、そう、くじ運によってはちょっとね、総当たりしてる時間ないから、逆に敗者復活とか入れなくて大丈夫ですか。敗者復活、敗者復活、敗者復活、そうか、でも敗者復活1回外出てもらって待ってもらって、そうか、そう、 M1 みたいな、 M1 サムズワンなんかで待ってもらって、もう局の外に行くの、わざわざ。あれ前回のあの、はいはい、恵方巻きでしたっけ、 あれってコマさんでしたっけ、一人だけ選ばれなかったの、あ、ね、確かそうやった、今回はコマさんのが一つだけ選ばれましたんで、ありがとうございます、リベンジ成功ということで、回収された。はい、というわけでございます、コマさんありがとうございます、ありがとうございます、皆さんありがとうございます、はい、ということで、やる月では、皆さんにこんなことをやってみたらというメールを、募集しております。宛先あかねちゃん、よろしくお願いします。はい、メールの宛先は yarugetsu@mbs1179.com、 やるげつ @mbs1179.com です。以上、みんなでやってきますのコーナーでした。ではここで一曲参りましょう。君はもっとできる、 HKT48 で君はもっとできる。岩崎亮太です。 MBS ラジオ AM1179 FM906、 あっぱれやってます。さあ、エンディングでございます。はい、はい、ということで、ちょっと曲中にですね、うんうん、スタッフさんが全員集まって、すごい大会議をしまして、大会議、はい、紙相撲の方がですね、はい、高さ10センチ、はい、足の大きさというか長さ、はい、5センチ以内で作ってきてください、はい、という、
皆さんの会議の結果決まりましたので、はいはい、縦横10センチの紙を2つに折ったらただそれがちょうどになる。なるほど。なるほど。はい、うん、そういうことか。そうですね。それを、基本。はい。うん。それ以下、それ超えると、失格になりまして。はい、うわぁ、嫌だな、それ。ちゃんと測定から。罰金になりますんで。罰金、はい、はい。1センチオーバーすることに10万です。結構!10 万はい。罰金でしかも失格。はい。1センチで10万ですか。1ミリだと1万円ですね。はい。うわ、皆さんちゃんと。どこにそのお金が行くの？小さめに作っとかないと危ないですね、それ。9センチだと1枚もらえます。え？逆に？だったら1センチ2センチするでしょ。嘘がすぎました。すいません。というわけで今週はここまでですわ。お相手は。はい、本が出たばっかりのクロちゃんと、我が家つぼくだと、キスマイフト2二階堂と、来週もこのお時間に会いましょう。岩崎亮太と、坂野彩香でした。さようなら。言われてる僕がやまない理由。あっぱれ稲見一名様やってます。あっぱれ月曜の皆さん、お疲れ様でした。こんばんは、稲見杏樹です。さあ、あっという間に1月30日ということでございますけれども、上手終わりますね。はい。なんかでも私はもう今年決めたんです。1ヶ月30日、まあ、31日、28日しかないんだぞって思いながら生活しようっていうのを今年ちょっと決めました。なんかやっぱりこう、まあ、今だけ言えてることかもしれないですけど、まだ始まったばっかなんでね。ただその、1年を通して、去年学んだことなんですけど、嫌なことがあるともう何日経ってるかわかんなくなるんですよ。もう1ヶ月が。で、何が起きてるかを整理できないです、一週間で。っていうことにすっごく気づいたの。なんか、え、もう月曜日やん、みたいなこととか、え、もう、え、土日か、今日、みたいな。え、一日あったとしても、あ、今日日曜日だからあんま外出れないか、とか。もうね、結構、そういうのが混乱につながるのかもと思って、もう、一ヶ月は30日しかないぞって思って生活しようって思うと、ちょっと違うのかなと思ってて。なんか、そういうのを今すごく考えてて、今年、まず、一個目、仕事始めるぞってなった時に、一個もうこれだけは頑張ってみようって思ったのが、朝9時に起きるっていう。もうどんな仕事があっても9時に起きる。でもそれ、その前に起きなきゃいけない仕事に9時に起きたら遅刻だからだけど、基本、じゃあもう、あっぱれ稲見しか収録ないです、今日。あっぱれ稲見は、ちょっと遅めです。うん、収録が。だけど、9時に起きる。もう、全然意味わかんないけど、もう前日どんなに遅い時間に仕事終わったとしても、9時に起きる。一回やってみようと思って。で、ダメだったとしても、もう午後に起きるとかはやめたいと思ってて、なんかその、やっぱ夜遅くに帰ってきてご飯作ってとか、まあ、買い物行っていろいろ家のことやってとかあるわけじゃないですか。そうするとやっぱそれはそれで後ろにどんどん伸びていくから、寝る時間も3時4時とかになるという、全然ある。やっぱこの仕事してたらあるじゃないですか、普通に。でもうなんか本当悪い時だし、5時とかに寝る時あるんですよ、やっぱり。お風呂でも1時間ちゃんと入りたいしとか、めちゃくちゃあって、スキンケアとかも大事にしないといけないしってなると、本当にそういう時間に寝て、また朝起きて仕事行ってとか全然あって、だからもうどんなにあれでも9時には起きようと思って、で9時にはパッて目が覚めて、朝なんかプロテイン飲むとか白湯飲むとか、なんかいい子もしようと思って、で二日に一遍必ずもう掃除機かけようって決めたんですよ。うん、今年。うん。で、なんか今年、花粉やばいんですって。うん、ニュースでやってた、今日。なんかね、花粉が過去最多の量になるかもしれない、みたいな。言ってて、ニュースで。花粉症じゃないけど嫌かも、って思って。だから、まあ、健康面のことを考えるっていう意味でも、朝起きて、じゃあ仕事まですげえ長い時間あるなと思っても、朝絶対ご飯炊く、とか。で、その炊いたご飯をおひつに入れといて夜食べるとかにしようと思ったら、もうで今絶賛継続中なんですよ。だからなんかそれでうまくこう心にルーティーンが朝できるといいかなみたいな、夜の心のゆとりってマジでない。もう次の日の仕事の原稿をチェックしないといけない、終わらない、パンパン、
とかなるともう、はぁ、風呂入ろうとか、もう大体このテンションになるじゃないですか、人間。だからもう朝になんかその良さを持ってこって思ったの。一回整理する時間を朝書き出してみるとか、いろいろそういう風にしようと思う。だって来月で私 27? あれ ?27 だよね、多分。マジで私ね、止まってるんですよ、25ぐらいから。自分が、多分27。多分ね、そう。26だよね。健康診断でな書かないと分かんないですよ、私。年齢、自分の年齢。多分来年27なのよ。だから、そういうのも含めて、いろいろ未来のこと考えていくと、そうやっていく方が、この仕事長く続けていけるんじゃねみたいなとこもあって、その、まあ、喉のこともあるし、健康のこともある、ストレスのこともあるから、一回、この一年頑張ってどこまで続くか分からんけど、一回スタートダッシュはそれやってみようって言って今決めてて、なんかみんなもよかったらその、やっぱさ、はあ、仕事始まったってなる人もいると思うんだけど、仕事始まったからこそ、ちょっともうこれだけはもう絶対やろうみたいなのを一個決めた方が、なんか、日々が楽しくなるのかなみたいな思うから、ぜひ皆さんもなんか決めてやってみてください。じゃあ僕これやるよっていうの決まったら、ぜひハッシュタグのあっぱれいなみの方でぜひぜひ宣言してみてください。さあ今ラジオを聞きの方、ツイッターでハッシュタグカタカナであっぱれ数字で173でツイートをお願いします。あっぱれいなみの公式ツイッターのリツイートと、まだの方フォローもお願いします。あっぱれいなみ1名様やってます。メールは173@mbs1179.com まで。皆さんからのお便りお待ちしております。今夜はお便りご紹介していきます。ラジオネームまいたけさん、ありがとうございます。あんちゃんこんばんは。こんばんは。今年も運気を上げるという意味で、開運飯というワードがございますが、有終の美を飾るのでしたら、白身魚と言われています。あ、そうなんだね。あんちゃんにとっての開運飯は何がいいでしょうか?といただいております。ありがとうございます。なんだろうね。まあ、でも一旦卵。一旦卵。うんうんうん。それ大事かなって思ってます、今んとこね。海運飯ってでもやったことないのかもしれない。なんかこう、もう古き良き伝わる七草がゆみたいな、そういう歴史がある健康にいいとされるっていうのも海運飯になるのかな?なんか違うのかな?海運飯あまりわかんないですけど、もしかしたらその地域によってもありそうじゃないですか。これ使ったらとか。なんかあるかな。みんなは開運飯、自分が知ってる開運飯、もしよかったらハッシュタグでつぶやいてみてもらってもいいですか。皆さん、私はなんか何があるんだろう。自分にとっての縁起のいいものってなると、ああ、私親戚の集まりをお正月にするときに、あのおばあちゃんが必ずうどんを出すんですよ。で、そのおうどんをみんなで食べるっていうのがあって、食べたい人だけなんだけど、を食べるっていうのがあって、昔なんかね、おばあちゃんが、その、仏壇だったのかな?それこそ神様系だったのかな?わかんないんだけど、なんでやってたかわかんないが、おうどんと、その、お供えるおうどんっていうのがあったんだよ、おばあちゃんが。で、なんでそのやつとか未だにわかんないけど、そのお供え終わってつって食べるのね、下げてきたら。で、それに、私ちっちゃい頃今もなんだけど、牛乳が大好きで、おうどんと牛乳を一緒に食べるんだよ。それがちっちゃい頃から大好きだったのね。で、この間久々に集まりに顔出せて、おうどん食べるって言われて、あ、私も食べるって言って、なんか、大人たちはみんな別の部屋で、楽しんでんだけど、子供たちとかは別部屋でおうどん食べたらゆっくりするんだけど、一人でね、ふと、あ、おばあちゃん牛乳あるって言うと、あ、あるよとか言って、あ、じゃあ牛乳とおうどん飲むのが好きなんでねって言われて、あ、やっぱ覚えてんだってすごい思ったの。でも、それが私めちゃくちゃ好きで、未だにやっぱ美味しかったの。ね、なんだったらちょっとばあちゃんの顔みたいに涙出るぐらい、なんか、でも、なんでその組み合わせだったかとか全くわかんないの。でも、すごく好きなんだよね。みんなからしたら、え、嘘だろって多分思うの。でも、
そのおうどん、どんな味？いや、うどんと牛乳ですよ、別に。うどんに、なんかこういう豆乳鍋みたいにしてるわけじゃなくって、普通におつゆのかけうどんだよね。いわゆるかけうどんと、飲み物が麦茶とかじゃなくて、それが牛乳ってだけ。あったかいおうどんです。あったかいおうどんに冷たい牛乳。もう意味わかんないよね、多分。でも、やっぱ周りからは不思議がられてるんですよ、昔から。でもなんかね、ばあちゃんがその組み合わせで出してたのを久々に食べて涙出るかと思った。だから多分開運してる。でも変わってるとは思うね、自分でも。何それって目で大体見られるから。そう、いとことご結婚された、例えば旦那さんとかさ、奥さんとかにさ、え、なんかなんかすごい、すごい食い方してるやん、こいつって多分思われてる。うん。結構、って言われるから。そうなんだよね。すっごい、子供の頃からずっとそうですね、その、神様の、それを私は神様のおうどんと呼んでるんですよ。おばちゃんもずっと言ってた。神様のうどんだ、つって。うん。あと、ばあちゃんが焼いてくれた焼き芋がめちゃくちゃ美味しかった。なんか、なんであんなばあちゃんが作った飯ってうまいんだろうなってすごい思っちゃった。正月行って。すっごい甘かったの、さつまいもが。信じられなかったの。でも、蜜芋でも何でもないんだ。もらってきたさつまいもだって言うんだもん。そりゃ手に入んないわ。むずいなと思って。そっからでもね、最近は自分でさつまいも買って食べるようにもしてるんですけど。いや、なんかね、おばあちゃんの飯が開運飯みたいなとこちょっとあるかもな。でもなんかそういうテーマ性としてご縁起がいいよって言われてるものは、引き続きちょっと募集したい。私に教えてほしい。大寒卵みたいに季節物がある可能性もあるんでね。その時しか食べれないものをしっかり食べたいですね。さあ続いて、ラジオネーム、コウタロウさん。カタカナでコウタロウさん、ありがとうございます。あんちゃんおこんです。おこん。あんちゃんは、今年あんちゃんデビュー10周年になりますね。あ、そうなんですよ。あっぱれ稲見でやってみたいことってありますでしょうか？また電力やってほしいですっていただいてます。ありがとうございます。そうなんですよ。恐れ多いですけれども。何月何日とかあんまわかんないんですけど。舞台。ああ、だから、それこそもう今発表になってるけど、チェビオっていう、音声ソフトみたいなのがあるんですけど、いわゆるボーカロイド系の。あれのですね、お仕事が実は一番最初だったんですよね。そうそうそう。でも表にはクレジットも何も出ない状態なんですけど。私が一番最初に、コツコツとやってたお仕事は実はそれで。でも、まあ、じゃあ世の中に役者としてデビューしますよってなったのは、舞台が先ですね。舞台で大正ロマン探偵団という作品に出させてもらって袴を着てお芝居したのをすごい覚えてますね。でその時サインがなかったから一生懸命自分で考えてサインとかやったりもしてたので、それからまあ、10年経ったよということなんですよね。声優デビューといたしましては、日向の青しぐれという作品で短編アニメーション映画の主人公をやらせてもらったのが声優デビューとしては初めてになりますけれども、ほぼほぼ同年でしたから、あれは。なんですよね。なんで、役者始めて10年経ったんだな、っていう。まあ10年経とうが何しようが、苦労は一生つきまとうもんだな、と去年思いましたけれども。本当に。でもなんかまあ今年は本当に、だからそれもあってかな。やっぱり、こう、一番大きな苦を出した感じが今年は、あるといいなと思ってるので、でも決まっているお仕事や発表できることも、徐々に近づいてくると思うんですよね。去年頑張ってたお仕事も今年に帰ってくるわけですから、皆さんの前にはね。っていう発表事ももちろんありますし、もう言いたくて言いたくて本当にたまらないんだけど、まだ言えないみたいな。本当に、まだもうちょっと先になりますけれども、びっくりされるようなこともありますし、あとはやっぱり、次出る作品、舞台もね、もう決まっております。当たり前ですけれども、一応決まっていて、もうそれが、早く発表したくて、早くその台本という地図に触れたくて、今もう、ずっとワクワクしてます。ま、勉強が必要な作品が、多いんですけれども、頑張りたいなと思ってるんでね。いや、ちょ、早く言いたいんだけどね、もう言えないよね、まだ。まだ言えないね。本当に。ちょっと長いですけれども、頑張りたいなって。まずは、目の前のお仕事を全力で尽くして頑張っていきたいなというふうに思っておりますね。電力もやりたいですからね。あっぱれはもうずっと言ってるけど、イベントやりたいから。もう、
皆さんにお会いしたい、万博でお会いしたいですよ。さあ、稲見に質問感想ございましたらメールお願いします。メールアドレス 173@mbs1179.com 173@mbs1179.com まで。それではハッシュタグあっぱれ稲見とほなねん待機いたしまして、お相手はあんちゃんこと稲見あんじゅでした。ほなねん。